どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ドールズフロントラインやっていきましょう。というわけで、異性隊のイベントついに終わりました。長かったんですけれどもね、物資箱の回収とか、あとはあれだ、ランキング戦重かったよ本当。いや、処理も重かったですし、こうやろうと思うこの私の腰もね、めちゃくちゃ重かった。結果としてね、ちょろっとやったぐらいでね、終わってしまって、まあもともと一心境とかいろいろ縛りをやっているせいで、あんまりね、高得点は狙えなかったんですよね。結果としてね、ランキングでは、いい、気安く私の名を呼ばないで、この 45% 得点だって約45万点という、まあ上位に比べれば非常に情けない結果に終わってしまったんですけれども、結局ね、まあ、かかる人は6時間かかるって言いますし、私も2時間ぐらいかな、結局10ターン分か、司令部の周りに10部隊分展開して、で、まあ、手のつく施設は壊して、あとは敵を倒すだけだったんですよ。補給船だって、あれどうやって占領すればいいんだって回り込んだとしても、砲台とか強い敵どうすればいいんだろうとか、あとは左上とかの敵とかね、そこらへんもういいやって思っていたら、結局これだけの点数しか取れなくて、まあ 50% 以内でMG4 の専用装備で、さらには30万点取っているんで、妖精の方は入手できるんで、まあ、そこまで高得点を狙う必要はなかったかなとごめんね言い訳で、けれどもね、前の秩序乱流はね、あれは本当にね、楽しかったんですよ。何度も何度もね、妖精ポイントが回復したら繰り返し挑戦して、自分でギミックを読み解いていって、でちょっとずつ得点を上げていくのがね、すごく楽しかったんですよ。そう思うと、イベント戦のランキング戦も、まあ楽しい楽しくないっていうのは結構ばらつきがあるとは思う。低体温症とかの昼戦の総力戦はすごい好きだったし、できたら好きなのは低体温症と秩序乱流のランキング戦は結構好きだったんですけれどもね、ひとまず情けない結果には終わりましたが、代わりと言っちゃなんだがね、今回のクリスマスのスキンあるじゃないですか。で、期間見ていると今年で終わってしまうんですよね。で、12月31日ってことは、正月のスキン、ツイッターの方でもチラ見せしていますけれども、あれがありますよね。そこもどうなるか、まあ今のところチラ見せ程度の情報だったら、まあ正月は今回欲しい子はあんまりはいないかな。とすれば、後々のブラックカードの引き換えでもいいし、そっちはね、結構大量に入手しておりまして、今回のブレイコーノクターンの復刻あるじゃないですか。あれで得られるものも、指揮官様、先にお食事、このイベントね、スキンとかありますが、もともと入手していたんで、実質ブラックカードの引き換え券みたいなものですよね。そこでまた2枚入手できるし、百式ちゃんの専用装備あれも復刻しているんだね。あとは RFB の専用装備、コインと作戦報告書とスキンは欲しいかな。そこら辺を入手して、まあ今回のイベントは撤退でいいかなと。1回1年前にやっているのにね、クリアしたってことにはならないんだ。で、今回のクリスマスのスキンですけれども、無事全員入手いたしました。あのね、第5部隊のルイスね、やばいねルイスをこう作ったっていう自体ね、非常にやばくて、前回も言いましたよね、私のこのワーちゃんへの愛がちょっと揺らぎそうにはなったそれぐらいめっちゃくちゃ可愛い。どうした、発情しているのか強い、まあそこそこ強いし、やっぱり可愛いしね、防御バフも 15%。 あとはね、私のスタメン勢で言ったら、ちゃんとね、百式ちゃんも撮ってますよ。なんかイベントのストーリー見ていると、なんだろう、友達いないのかな。オープニングのね、今回の画像だってなんか雪かけられているしやっぱりかわいそうな扱いになるのかな。早くカフェ式ちゃんね、実装してほしいんですよね。あれめちゃくちゃかわいい。あとスタメンで、まあ全員は撮ったんですよね。
ああそうだ、ラムちゃんもちゃんと撮っていますよ。ちゃんとね、前回ね、モッド化しておりますし、強いですからね、シールド貼れるの。スプリングフィールドもね、今回はクリスマス仕様にしております。でまあ野戦装備からもね、ようやく抜き出すことができまして、資源もかなりね、カンストを迎えててそのたんびに妖精をね、回していました。結果としてね、連撃妖精が初めて出まして、まあ、あとはちょいちょいね、正月もピックアップがあることですし、そこでどれだけ消費してどれだけ入手できるか、まあ、探索もね、ちゃんと回しているんですよ。でいろいろやってても結局資源は溜まっていくという。で開発の方で今ちょっとやっているのがモシンナガン、こちらをモッド化してみようかなと。どれぐらい強いんだろうかね。いや見た目が好きなのもあるんで、であとは今後ライフルフロントラインにどんどんなっていくと思うんで、ちょっとねライフル部隊をもうちょい考えようかなって思って、今のところねちょっとモシンナガンを鍛えている。モッド化させて、まあ、作戦報告書も今余りつつあるんで、そっちで使って、まあどんな感じに強くなるかはね、ちょっとこの正月休みぐらいでちょっとねいろいろ試してみようとは思う。あそういえばビンゴも始まったんだったけな。やたらカンヨさん出るよねライブ 2D で、まあ、いわゆる配布に近い形ですもんね。前回もそうだったし。で今のところパスワードカードは全部今日の分は入手してまして、まだか、今日の分まだだ昨日の分は入手していたっけ。で解読とかね、2回目でまた被るっていうね、前もね、あったんですよ。一発目32が出て、次も32が出るという結果として右の保有ポイントが10になっているんですよね。偶数列のビンゴってなんかビンゴじゃないような気がで今回はね、このブレイコーノクタン、こちら一応ね一通りクリアしてまして、3ステージ目はレーダーの選挙か、最後方位でいけるだろうと思っていたらダメだったわそれ以外は一発クリアしているんですけれども、懐かしいですよね。1年前ですよ。けれどもね、この BGM だけはなんか耳に残っているんですよすごいねこの曲好きなので、この最終ステージやっていきましょう。と言いつつも野戦装備はこの舞台だけは最後ゲーガーと戦うんで野戦装備にしてて、まあ、それ以外はまあ適当でいいかなと。じゃあそうだな、じゃあイワシ部隊そんなに強くはないんで、まあ適当な編成でも勝てる。部隊到着、任務開始よ。左下のゲート1あるんですけれども、あれを動かすことによって何か意味があるんだろうか。悪い人は全員倒しちゃうよ。このシールドを持ってしてもイエーガーでは打ち破れないか。皆さんが満足できる結果が出てよかったです。前のイベントの、ね、異星隊のスワップあたりは相当きつかったんですがね。でイワシちゃんは向かわせておいて、であとはまあこの辺でいいか。妖精スキルは発動にしておこう。オートでこんなものかな。結局ランキング戦も、まあ、2時間であれど回るだけで100以上はね消費して、やっぱりこう連続で挑むっていうのは結構厳しい。あ、撤退が間に合わなかった仕方ありません、もう一ゲームしましょう。勝負ありね。ざっとやってて、あの迫撃で結構ねブレイザーがボコボコにされるんですよ。あ、出た出たと言ってもね使わないからな。悪い人は全員倒しちゃうよ。いやね、あの物資箱でも HS2000 だったかあったでしょ。私6体出たんですけれども、まず一神教であることで、さらには特に好みではないので、いくら強いとは言ってもね好みじゃなかったらね、そこはもう個人の感想なんですけれども、好みじゃなかったらね解体するしかないんですよ。だから6体引いたとしても私は全て解体いたしました。で次のターンでこのレーダーまで行きまして、で
あとはこの飛行場まで進んでおいて、この第8部隊も、ま、簡易的な全ては指揮官の意思、ま、介護官のイワシ部隊っていうのは前も言いましたが、もう妖精妖精ありきの部隊なんですよ。節約しないと、この弾薬一発一発にもお金がかかってる。あんまりエルクリアもね、回避が高くはない。ミッションクリアだ。ミッションクリアでも双子妖精ちゃんぶち破れましたよ。で、右下にデストロイヤーがいるんですよね。で、ターン終了。いや、この辺のはねサクサクとできるんでいいわ。とはいえ周回、そっちに行くんか。しかもまた忍びが来やがったな。まあどの道ゲートを開けなければいけないから、開いておいてので、こっちデストロイヤー単体だから助かるわ。全ては指揮官の意思です。さあライフルの HP になるがいい。かわいそうだな本当。モーゼル、カラビーナ、アートウント、ノイツヒクルツも早くウェディングスキン来ればいいのにな。で、行動ポイントにありますが、この忍びに関してはまたあれでしょう。あ、でも迫撃がいるわけじゃないんだ。じゃあもうこう移動しておいて、で、ゲーガーと戦う部隊。ちゃんと終わった後ね、オートにするの、オートを外さないとどんどん妖精使ってしまう。いや、使う機会が今のところないからな。ほら、妖精指令貯めるっていう実績もあるじゃないですか。悪い人は全員倒しちゃうよ。ストライカーであろうともこの防御は破れまい。皆さんが満足できる結果が、やっぱり T 字陣形いいな。コントロールなし前提の陣形だから。そこそこ接近されるな。しかもハンドガンが MVP。 P22 も結局1体だからな。いや、そこは一神教だからしょうがないんですよ。で、あとはゲーガーさん。おっと、防御ゲートを開けないと。で、配置交換の司令部にいるんだ。じゃあ行きましょう。結構コントロールが忙しいからな。始まるよ。1回目クリアした時野戦装備つけてなかったんですよ。で、それがめんどくさいなって思ってて、今回野戦の暗視ゴーグルだけはつけました。そこまで。そのとゲーガーさんも懐かしいな。あまりコントロールしない指揮官にとってはこのゲーガー戦が一番忙しい。あんまり強くはないのにな。しかもトータル経験値が全然入らないから作戦報告書も稼げれないという。異性体だったらいいステージで貯めていたんで結構ね溜まっていたんですよ。まあ、あとは探索に出してどれだけ稼げるか。もっととか、モシンナガンをモッド化して3にするまでで手持ちの分は全部なくなりそうなんだよな。PP2000 です。ずっとあなたのそばにいますね。と、まあこんな感じでイベントを楽しんで、でブラックカードをどんどん引き換えして、でね、宿舎の方でちゃんとね今回の仕様にしております。で、ガチャでブラックカードは現在12枚か。コインもね、まあ結局ね課金はしました。3万円投じて、3万円目を投じてすぐ出たんで、結果ねコインが余ってて引き換え券もあるんですよ。
それで正月のスキンがどうなるか。ブラックカードも引き換え、ブレイザーはちょっとね気になるところではある。東河川、富士河川っていうのか東河川っていうのか、背景もなんかありきですよね。とはいえ水着のライブ 2D もいいから、ちょっとねそこはね迷っているんですよ。あといろんな引き換えがありますよね。とまあこんな感じで、じゃあ今回はここまでにしましょう。まああとはどんどん探索回して作戦報告書を作って、モシンナガンのモッド3化ちょっとね次回までに試してみようとは思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。